トヨタ自動車によりますと今年4月から9月の連結決算は急速に進む円安効果などで売上高が前の年の同じ時期に比べ14.4%増え17兆7093億円で過去最高を更新しました一方で純利益は原材料価格の高騰などが重荷となり23.2%減の1兆1710億円と2年ぶりの減益となりました また半導体不足が続いていることから今年度の世界生産計画を970万台から920万台に引き下げています。